はい、どうもこんです。ということで今回はこちらの青黒新人タッサを紹介したいと思います。歴名の通り黒タン新人にタッサをタッチして、よりアドバンテージを取ることに特化させたデッキですね。序盤はフブルスプや沼潜みでアドバンテージを取り、終盤は灰色商人で何度もドレインすることで一気にライフを吸い尽くすことができるようになっています。今回は2枚だけの採用ですが、アトリスもタッサとかなり相性が良くて、1回の誘発でも大きくアドバンテージが取れるのですが、これが何回でも誘発するということで、相手からしたらかなりやらしいコンボですね。また青をタッチすることでサイド後にカウンターを入れることができるので、対コントロールでハンデスだけに頼る必要がなくなるのもメリットかなと思います。青をタッチするデメリットとしてはトリプルシンボルが出にくくなっていることやタップインするリスクが増していることが挙げられます。まあ、そのデメリットを考慮してもかなり、気持ちよくなれるデッキになっていますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、土地がサムヤやって、ティマレットからスタートができるので、キープはできる反応かなと思います。さあ相手も7枚キープ。お、さあこれは赤タンですね。とりあえずスクライランドから、4マナ目は欲しいのでトップで OK ですね。さあ2マナ目を置いて、おお、最悪の更新型か。さあこれで3点クロック。とりあえず、沼潜みからでいいかなと。ショックを追放してくる。基本的にメインは全体除去が入っていないので横並びされるとちょっときつくなりますが、さあここは小頭は決まりで殴ってきましたね。相打ちを取れるのであればそれはそれで OK かなと。さあバントレス城のタップインを処理しながらティマレットを出していくと。お、さあ殴ってこなかったということは火力がなさそうな感じですね。ということで、アトリスでアドバンテージを取っていくことができますね。2枚もらっておきますが、これ3枚とも土地か。次のターンから、タッサアトリスコンボが決まるので、アトリスが生き残りさえすれば、だいぶ有利になりますね。相手はすでに、手札は2枚だけと。お、さあここ殴ってくる。エンバレス宝剣か火力を持ってる感じですね。さあここはエンバレスで相打ちを取ってくる感じですね。さて、とりあえず3点殴って、タッサでアトリスをブリンクしていくと。これが決まるとね、だいぶ気持ちいいですね。アトリスはね、ほんと1回だけでも結構相手からしたらきついと思うんですが、これは食らい尽くしをもらっていきますか。おお、隠していたのは灰色層に。さあここはリムロックを素出ししてくると。手札には除去がねかなり入っているので全く問題はないかなと。さて、とりあえず殴って、ティマレットを出してザニナ騎士を構えてゴーでいいかなと。さあさらにアトリスでアドバンテージを取っていく。さあこれですでにアトリスの能力が3回誘発していると。徘徊者でいいかなと。除去を構え続けることで相手はもう完全にノーチャンな感じではありますね。最悪タッサでね、相手のクリーチャーをタップすることもできるので、どのような展開になってもかなり有利な盤面かなという感じですね。さあとりあえずリムロックを除去っていって、4点入って残り6まで。
さて、まあ、灰色商人が引けると、ね、一気に、試合を終わらせることができるのですが、まあ、灰色商人がなくても待ってれば勝てる感じですね。さあ、さらにもう一回アトリスをブリンク、これは裏をもらっていってフブルスプ、まあこのターンは、食らいつくしを構える感じでいいかなと。うん、まあこれはもう使っていっちゃって OK ですね。1マナクリーチャーに食らいつくし、かなり贅沢な使い方でありますが、お、さあこれでもう、次のターンには決まってそうですね。とりあえず殴って7点入れて灰色商人で一気にドレインしていくと。まあこれ2回分あるので7点7点で14点ドレインできますね。 OK、 さあやっていきます。こちら5手、うん、まあこっちの方がいいですね。一番でかいマナ息をボトムに送ってスタートと。とりあえずここは、土地が欲しいので沼潜みはボトムでいいかなと。さあ相手はこれはコントロールデッキっぽいですね。とりあえずワンドロー。さあ次土地が引けるかどうかが、お、ただタップインか。まあ、小道を採用するデメリットがこれですね。さあとりあえず小道を切って、沼を持ってきますかね。さあここも土地を引かず、とりあえず徘徊者を出してゴーと。さあ相手はジャンド・プレインズ・ウォーカーですかね。ここでサルカン、まあ、サルカンに対しては、全部対応していくことができますね。さて、トークンを倒してから徘徊者でサルカンにアタックすることで、まあ、どっちに対しても対処が可能と。これさっきのターンにトークンをサクッてスクライしておいた方が良かったですね。ここは土地を引きたかった。さあこれでケイヤの誓い、うん、さあスクライして土地が欲しいのでボトム。まあフブルスプは、タッサ用に取っておきたいですね。うん、ここもタップイン。アヤラはまあ現状いらないですね。まあ、ここはタップインになってしまいましたが、まあ、一応ね3マネ息をプレイすることができるのでまだ良かったかなと。さあ相手はこれ4からプレインズウォーカーコントロールっぽいですね。これチャンドラ、チャンドラはまあ食らい尽くしで1回対処していきますかね。うん、まあ、先に除去っておきたい感じですね。お、灰色商人はまあトップでいいかなと。灰色商人タッサコンボがね、なんだかんだ、このデッキの肝ではあるので。さあこれ死に打ち勝つで残忍な騎士を追放してくる。うん、んークロックから出しておきますかね。まあ次のターンは灰色商人か、あ、タッサでもいいか。お、さあこれケイヤの誓い、うん、まあフブルスプは戻してワンドロー。さてまあ6マナあるので、ここは沼潜みからタッサでいきますかね。これで相手の手札を2枚
追放していくことができると。まあなんだかんだねこのコンボも結構強いですね。さあさらにタッサを出して沼潜みをブリンク、これでもう一回手札を追放。さあここでサルカンが戻ってはきますが、まあ現状そこまで痛くはないかなという感じではありますね。おっと、ただここでリリアナ、リリアナは結構きついですね。さて、沼ひそみは出しておきたいかな。相手の手札を全部追放していきたいので、沼ひそみプラス番人か、飛行だけで12点クロックがあるので番人は出しておきたいかなという感じですね。まあ、次のターンさえしのげれば、灰色商人で一気にねドレインしていくことができるので、ケイヤの怒りを追放。さあさらに沼潜みブリンクから、相手の手札をすべて追放していくと。さあこのターンに万人が除去されなければなんとかなりそうではありますね。さあプラスから、お、全部殴ってくる。まあリリアナは落としておきたいので、ここブロックと、まあフブルスプもブロックでいいかなと。さあこれで、ね、残り4点までいきますが、まあこのターンにねがっつりと、ライフゲインしていくことができるので、さあとりあえずこれで6点ドレインからブリンクしてさらに6点ドレイン。まあ12点ドレインはね相手からするとめちゃくちゃきついですよね。逆にここで何もなければそのまま買っていけると。 OK。 はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ見てもらった通りかなりね、気持ちよくなれるデッキですね。まあやはりタッサがねすごい可能性の塊ということで、いろんな組み合わせを試しているのですが、まあシミックランプなんかもそうなのですが、青黒もね結構気持ちよくなれる、組み合わせかなという感じですね。まあ他のカラーだと、アドバンテージを取るという面だけになりがちなのですが、青黒だと、灰色商人をブリンクできるということで、ブリンクを攻めに使えるというのが一番でかいかなと思います。まあカジュアルではありますが結構ね勝率は高かったデッキなので、よかったら作って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。